皆さんおはようございます。2021年9月の28日火曜日、立憲民主党の副代表の衆議院議員原口和弘です。朝のご挨拶、A です。ごよ用。精査の関係でですね、ちょっとここからあまり遠くに離れられないんで、今日も残念なことに家からです。まあこの後 空港にに行って東京に戻りますいや昨日ですね夜配信をやってたらやっぱり寝る時間に配信しちゃダメですねいつも間にか喋りながら意識が飛んでて大丈夫だったっす、ね、ですかねあとで YouTube 見直してみないとちょっともう失礼しました喋りながら寝てたような気がしますいやー難しいこと 大体あの、スリーオンって言うんですよね。枕の上、それからトイレ、それから馬、つまり移動中、両足中、横になっているとき。で、これが一番、あの、生産、頭の生産性が上がるって、昔、英語の先生がおっしゃってましたね。本当かどうかわかんないですけど、確かに寝てるときに、いろんな、 情報処理をしててるっていうのは感じししますよねしかし、まあ、機能的財政論の家、喋りながら寝るっていうか、やばい。ちょっとこれは、エンジンを吹かしすぎてるですね。いやー、ほんとあっちゃーです。それで、橋池徹さんが、新潟日報ですかね。もし日本が100人の村だったら、 としたらとまあ自民党総裁選についてとやかく言うあれはないですけども、こんだけ報道されたら、これが全てみたいにみんな思ってるけど、実は一人の人の投票について、もし日本がですよ、100人だとしたらですよ、一人の人の投票をとやかく言ってるに過ぎないと。いや逆に言うとですよ、その一人の人たち、 で、残りの99人が決まってるっていう、この構造を、やっぱり、打破したいですね。いや、もう、この論戦、な、一緒に学んできたとか、仲間だと思ってた、人が、えへ、ー、こんな風に考えてるんだと。松下成形塾は、 正直言って憲法、最初のあの、塾のあれに入れるべきだあ。僕らからすると当たり前だと思ってるのを、その、そこのところが外れていて、21世紀の理念も、それから日本の発展も世界の平和もない。これ、憲法についてのこの、 な,なんていうかもう、バカ、バカを晒すっていうのは、これ徹底的にまずいと思いますね。その憲法について知らん人間が憲法改正を言ってる。なるほどね。そういう構造なんだっていうのを今回わかりましたね。まあ、ちょっとその100人の村に戻しますけども、その残りの99人が全員衆院選に一票投じ、 ることができるわけないですね。だって、子供さんたちもいるから、いわゆる、選挙権がないわけですね。で、選挙権がある人は、日本が100人の村だったら、84人もおられると。じゃあ、この84人は、自分の命と暮らしのために、投票を自由に選ぶべきだし、その一人の投票にだけ、 囚われる必要はないんだっていうことを今日ツイートしときました。結構さっきだったんですけど、まあ、その後、これ、ドンファンを衝動買いしてしまって、姫のバラ園さんからドンファンが届いて、ドンファンってもうないんですよね。で、 朝、早くに起きて、あの、あ、ここに一年車がありますけど、ご覧になれますかね。草刈りをして、ちょっと手前にピントがあって、しまいますね。草刈りをして、確かに PR しすぎましたね。なくなったんですよ。ドンハンって強くて、もう鼻どんどん、こうやって、 出るからこれももっと小さかったですもんね。これ2号ですけど。粉ですもんね。確かに私のせいかもな。お酒もそうでしたもんね。もう、もう今お酒ね、緊急事態宣言飲めないけど、あの、あずまいち、ネロっていうのがもう、なんていうかな。 神様のお酒みたいのがあるんですよ。で、甘、あの、いわゆる女酒でですね。女酒、甘口で。えー、もう、本当にこう、徹底的に砂糖錦を磨き上げた、美しい酒なんですけど、私そんなにあの、酔っ払うほどに飲まないんですね。いくら飲んでも酔わないんで。だから、足しなむ程度、つっても、まあ、 午号ぐらいですよね。で、でも、その、やっぱり、東京にいるときに、それを紹介したら、なんといろんなお店が置いてくださって、でも、人気が出すぎて、これも飲めなくなったんですよね。今ど、もう今は、自粛でそ、それそのものがないでしょうけど、このドンファンもそうかもわからんですね。 うんもう本当に姫のバラ園さんに、で、なんとかこう自分であの差し木をしてですね、増やしているわけですけど、野原を取ってきて、ぎ木にする時期ですね。おっと、ちょっと話がずれましたけども、要は、もし日本が100人の村だったら、たった一人の投票をまるで100人の投票のように、 錯誤させられてしまっちゃもったいないですよね。残りの84人の方々は、もちろんそれも参考にされる。別にね、予想様の党の、あの、総裁選を足玉に言う気は全くありません。あの、4人の方は非常に縁が深い方で、河野さんとはね、何回も一緒に、あの、脱原発で平和っていう本にも、1にも2にも登場してくれる、 ま,すからね、まあ、でも私は、あの、矢にいる時の河野太郎が好きですね。政権取って、中にいる時の河野太郎は、なんか、河野太郎さんは、大変失礼ながら、着ぐるみのように見えてしまう。岸田さんは、一緒に自民党時代、隣に、宏池会で机を並べてました。おとなしい方でしたね、あの、紳士の。 外務大臣で約束してくれたことを守らなかったんで、非常に怒ってるんですけど、あの、企画の傘、そしてあの、核の被爆の実装をですね、明らかにするということで、バマ大統領が来られた時にですね、まあいいです。でも頑張っみんな頑張ってください。聖子さんはね、嫌疑同期で、つっかえ棒のへ、 成功とか言いながらも、彼女は超ずれは超ずるほど優勢民営化にも反対したし、私が難病の代議士に人の世話なんかできないって暴言吐かれて、もう頭に来てた時も、どっからか聞きつけたのか、和弘負けんなって、難病が何だ、障害が何だって言って電話してきてくれてですね、本当に。 ま、高市くんは、政経塾の一個後輩ですね。一緒に、それこそ松下政経塾で。まあ、そういう、ういうことからすると私も、僕、なんていうか、夜喋りながら寝てはいられないですね。本当に。彼らも、頑張ってますね。4人が4人。ただ、言いたいのは、国会を開いてやれやっていう話ですね。で、84人、 の方々、一票を投じる権利がある方々、ぜひ、あと5%、10%、支持率が、支持率じゃない、投票率が上がれば、絶対にひっくり返せますから。頑張っていきましょう。それじゃあ、え、今日の国会はですね、今日あの、議員運営委員会っていうのがあって、う,うちは黒岩さんが質疑に立ちます。 え、衆議院参議院でですね。で、やっと総理が出てこられるらしいです。え、緊急事態宣言の、この宣言解除。まん延防止等特別措置も解除するようですね。で、備えていて解除するんだったらまだわかりますよ。でも、昨日、野党合同ヒアリング皆さん、YouTube 早送りしてでも、見てください。ご覧ください。 いろんな支援措置が10月1日,日で切れる。見直すって、見直すまでは切,切らなきゃいいじゃないですか。厚労省も、ね、目の前の役所の方々も、悔しそうな顔をなさってましたよね。ひどすぎませんか本当にね、なんていうかな、血の通った人間のすることじゃない。で、またこれで、第6波が上がってきたら、 打つ手なし。予算もなし。予備費もなしですからね。本当に悔しい。それじゃあ、これで A を閉じます。この後ですね、えっと、東京に行きの飛行機に乗るために、空港に行きます。それじゃあ、ごよ用。AA をいつもありがとうございます。喉も治ってきた。 よかった。もう本当に <laughs>、喋れない <laughs>。では、気合だガツだ頑張りましょう良い日,日をドンハン見えますかね私が植えた3つの1個4000円もする。え、どれだっけ自分が植えててわからんです、ね。あれ とにかくあの辺にあるはず3つ勝ちましょうでは良い一日をマリーゴールドもちょっともうあれですもんねこのあそうか上の方そうだあっこだあれですねあそうか確かにこれでうんこれがいいっすねありがとうございますではごきげんよう あ腹筋がねじれる。